新型コロナウイルスの発生地である中国武漢市とその付近の地域に孤立している韓国人700人余りをチャーター機で30から31日に韓国へ移送する日程に変更が生じた。武漢総領事館は30日午前2時ごろ、ホームページで中国側の許可遅延で1月30日木曜日の臨時便登場のため、 10時45分までに集合するとの告知を変更するため、該当する人は早朝に移動せず、現在いる場所で次の告知をお待ちくださいと伝えた。先だって、武漢総領事館は前日夜にはチャーター機搭乗者に、1月30日木曜日15時、17時に航空便が出発するとし、 30日午前10時45分まで武漢航空料金ところに集合してほしいと告知していた。しかし、中国側の許可遅延により出発時間が多少遅れるのか、それとも出発日が完全に変更されるのか、現在のところ正確にはわかっていない。外交部は、 当初運行しようとしていた臨時便の日程に変更が生じたため中武漢総領事館で、登場予定だった韓国人に緊急告知をしたと伝えた。また、変更されたスケジュールにより、武漢滞在の国民が最大限早く帰国できるよう、中国政府と協議しており、関係機関航空会社などとも緊密に協議中と明らかにした。